お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今週もよろしくお願いいたします。はい、今週の暖かさ、先週が寒かった分一変してすごく暖かく感じますよね。ねえ、本当に今日なんて上着いらずの暖かさになりましたよね。はい、今日ダウンを羽織って取材に行ってしまって、あ、ミスだったなと思ってもう汗ばんできて途中から、もう このこういうお洋服1枚で十分でしたね。あ、そうかもね、今日はね。またでも寒くなるんですよね。そうなんです、来週火曜日以降また先週のような寒い日が続きそうなんですよね。なるほどね。まあ、でも週末はとりあえずこの感じでいくわけですね。はい、ありがたいですね。はい、でもこの気温差が一番やはり体には応えませんか。どうですか、今インフルエンザの流行発生警報というのが発令されていると今日発表されたと県が発表しました。はい、ニュースでお伝えしたんですけれども、やっぱり風邪を予防するために何かされていることとかありますか、お二人。もう徹底してうがい、もう基本ですか、手洗いうがい。うがいを1日、もう本当にもう何回もしてる。お手洗い行ったらするし、メイクルーム行ったらするし、家帰ってももちろんするし、寝る前もするし、歯磨きした後もするし。やっぱそのぐらいしてるんだ。相当してるかも。結構それだけで防げるかな。菌が入ってこない感じはなんかしますよね。確かに入ってこなさそう。徹底的にこう洗い流す感じ。まあそれかな。あとはちょっと調子あれと思ったらもうすぐ病院。行き過ぎだって家族に言われるぐらい病院。あ、そんなにですか。もう行くのみたいな。もう引き始めが重要ですもんね。そこで防ぐっていうのが。そしたらもう本当に重症化しないですね。そこかな。小牧さんは何かされてますか。私大体喉から風邪が来るんで、寝るときはもう加湿器をつけて寝るんですけど、それでもなんか足りなくて、喉がカラカラになって起きるんですよ。だからもうどうすればいいですかね、喉を潤すために。あれはマスクつけて寝たりとかしない。そうですよね、なんかマスクの匂い気持ち悪くない。なんか最初つけると薬のなんか匂いがして、なんか私それがダメなんですよね。じゃああんまり普段も日中もマスクをそんなつけない。つけないです。でもあれって最近テレビで見たんだけど、予防のためにマスクしてますって。マスク結構私してるんですけど、普段ね。だけどあんまり意味がないらしいね。そうなんですか。実は 99.9% 菌をブロックとかそういうのありますよね。花粉を防ぐとかそういうのはあると思うんですけど、その自分が風邪ひいてる時こそやっぱつけなきゃいけないらしくて、あんまりなんか、そこまでそのつけてるからって安心できるわけないだろうみたいなことをテレビで見たけど。そうなんですか。らしいよ。なんかそれだけで安心しちゃいますけどね。しているだけで風邪ひかないのかなとか思って、ね、もう本当常日頃私つけてますけど、マスクをね。実はそっちではなくてやっぱり手洗いうがいが効いてたんだっていうのがね、よくわかりました最近。内田さんでもよく喉飴とかも舐めてらっしゃいますか。はい、あれは予防も兼ねてなんですか。予防というか気休め気休めというか、なんかね好きになっちゃったんだよね喉飴ね。メーカーさん特に言いませんけど、ものすごくメジャーな喉飴ですよね、私食べてるのって。もういつも持ってらっしゃるものが一つありますもんね。そうそう、あって、で、KYT の社員食堂でも売ってて、それはなんでご飯食べ終わった後に大体1本買うみたいな。1日1本ですか。1日1本、まあそうね、1日1本、1日半に1本ぐらい食べてるから、舐めてるから、食べてるからっていうのもおかしいけどね。そりゃ喉から風邪菌は入ってないですよね。そうなんですよ、なんかね、あの味がもう好きになっちゃったんだよね。どうなんだろうね、あんま食べ過ぎもなんかどうなんだろうかって、ね、そうですよ、ちょっと思うけどね。糖質の取り過ぎは、ダメですよ。だからエブリィが始まって今8年、9年目にもう入るんですけど、はい、体調不良で休んだことは多分私ないと思うんですよ。出張とか取材で、お休みいただいたこととかはあると思うんですけど、体調不良で休んだことは多分ないと思います。もう徹底管理されてるんですね。果たして何年続くのか頑張りたいと思います。はい、はい、佐野さんは。私は最近注目されているマヌカハニーとかを、蜂蜜を舐めて予防してるんですけど、
あれ意外と、まあ気分的な問題もあるかもしれないんですけど、あちょっと喉痛いかもって思った日の夜に舐めて寝ると次の日の朝、治ってるっていうことがあるんですよ。だからやはり蜂蜜は抗菌作用が結構あるのかなと思って。いや結構ね、割とあの即効性じゃないけど、舐めたその後から割と通りが良くなるハニーもあるよ。ハニー蜂蜜もあるよ本当に。いやあるのよ、あのね家族が買ってきたのがあるんだけど、はい、あ確かにこれ飲むと舐めるといいなっていうのがあって、名前忘れたけど、ハニーがあるんですね。そうハニーがある、ですよ。多分蜂蜜は多分いいと思います、はい、結構いろいろありますよね最近、予防法というか、ね、何かおすすめなものがあったら教えてください。はい、ということで、はい、来週もまた寒くなるようなので、健康管理だけは気をつけて、はい、しっかり体調を整えて寒い冬乗り越えましょう、はい、以上キャスタートークでした。ありがとうございました。今週もご覧いただきありがとうございました。